崖っぷちの阪神、井上康太選手が本気モードに入っています。打撃を抜本的に大改造して、ついに今年大ブレイクがあるかもしれません。ではまず、井上康太選手が崖っぷちの状況になっているというところから見ていきたいと思います。井上選手は甲子園で履正者高校大活躍しまして、ドラフト2位で入団。そして入団から2年は2軍で素晴らしい成績を残していました。 2020年が打率2割2分6厘ホームラン9本出塁率3割7厘 OPS698 本塁打率が3.6%という数値になっています打撃成績が上がりにくいと言われているウエスタンリーグで高卒1年目の選手がこれだけの成績を残すと、まあ、OPS0.7 近い数値ですし、まあ、本当に順調な1年目でしたホームラン9本というのも2軍ではいきなりチームトップでしたそして2021年2年目ですね 打率が2割6分7厘、ホームランが9本、出塁率3割8厘、OPS772、本類打率が3.3%という数値になっています。本類打率を下げることなく、打率を4分近く上げて、OPS も大幅な向上に成功しました。1年目、2年目とかなり順調に成長している感じだったんですけれども、このままとはいかずに大苦戦しているというのが現在の状況です。直近2年は2軍でも大苦戦しています。 2022年3年目が打率が2割2分2厘、ホームランが11本、出塁率2割7分4厘、OPS628、本塁打率も2.5%と大幅に低下しています。1年目、2年目と成績を上げて3年目一気にというふうに思われたんですけれども、打率が大幅に低下してしまって、ホームランを打つ確率っていうのも大きく落ちてしまったと。 そして2023年ですね、岡田監督に代わって、まあ、かなり期待されたんですけれども、開幕1軍とはならず2軍スタートとなりました。2軍では打率が2割3分4輪ホームラン11本、出塁率3割3輪 OPS が707、本塁打率が3.3%という成績になっています。この2023年の2軍成績っていうのは、高卒1年目の成績とほぼほぼ変わらないくらいの数値になってしまっています。 一軍でも一時的にはいい活躍を見せた時期もあったんですけれども、まあ、結局長続きせずに基本的には二軍でプレー二軍でもなかなか成績が上がらなかったというのが2023年です。チームでは入団から4年間、二軍で最多の打席数を与えられたんですけれども、まあ、ちょっと苦しんでいるという感じではあります。まあ、そんな中で岡田監督の評価も大きく落ちてしまったということでこちらも見ていきます。岡田監督は就任後、周期キャンプで 井上選手を一皮むけたどんどん使っていきたいということで MVP に選びましたそして開幕2軍スタートということにはなってしまったんですけれども井上は1年間戦力になるよ誰か調子が悪くなったり怪我もあるかもわからんその時にはすぐにいける力はもうついているというふうにコメントしているんですね 森下選手に開幕スタメン争い破れる形にはなりましたけれども、まあ、それでもキャンプからオープン戦にかけて岡田監督の評価を大きく上げることに成功しました。まあ、ただですね、シーズン終了後周期キャンプではこのようなコメントになっています。なかなか1軍に割って入るのも厳しいかもわからんけどな、1軍に定着という意味ではなというコメントしています。 まあつまり調子悪い時とか怪我があった時とかに上がるということはあるかもしれないけれども一軍に割って入って定着してまあレギュラーを取るとか、まあ、ずっと一軍に帯同するとか、まあ、そういったところは現状厳しいんじゃないかというような岡田監督の評価に変わってしまっています2023年は二軍でも相当苦しんだ井上選手なんですけれどもまさに崖っぷちの状態こっから這い上がるために打撃を大改造しているということでこちらも見ていきます 井上選手はここからの大ブレイクに向けて3つの打撃改造に着手しています井上選手の打撃改革、まず一つ目がノーステップ打法への取り組みです2023年の夏頃からステップをほとんどしないノーステップ打法に取り組んでいますこの右の写真のように足をほとんど上げずに打つという感じですね大谷翔平選手であったりあとは T 岡田選手なんかがノーステップ打法ではかなり有名な選手です フェニックスリーグではこのノーステップ打法で2割2分くりいホームラン1本打点が8つと打撃成績はまあそこまでではないんですけれども三振率が13%ということで従来30%を超えていた三振率が大きな改善というところが見られています T 岡田選手とか大谷選手もそうですけれどもステップをしなくてもホームランを打てるぐらいの体のパワーというところがあるからこそできる打法であってあ井上選手もかなり体格がいい選手なのでこのノーステップ打法というのは合っているかもしれません まあ,あとはやっぱりこのノーステップ打法で三振はしない上にどれだけボールをしっかりと捉えられるかここが重要になってきますでは続いてこのノーステップ打法をさらに大きく改良しているとこちらも見ていきます井上選手は周期キャンプで今岡コーチであったり水口コーチとバッティングの改良というところに取り組んでいますバッティング練習とかで水口さんには手の意識どんな手の意識があるのかと 手だけになっていると下半身がおろそかになるということで、T とかで下半身を使う練習をやっていましたというふうにコメントしています。まあ、とにかく今岡コーチなんかもそうですけれども、この井上選手と前川選手には、まあ、しっかりと下半身を使っていくこのスタイルが重要だというふうに話しているそうですね。この下半身をより意識したスタイルでバッティング練習を行って、そこでは柵越えを連発しました。まあ、この時は岡田監督も見ていて、今日はえらい良かったなというふうに高く評価しています。 ノーステップ打法っていうのは、やっぱり反動がない分、ちょっと打球が弱くなりやすいという特徴もありますから、ノーステップ打法でもいかに長打力を落とさず、ホームランをしっかり打てるか、井上選手の良さを消さないようにするか、ここがすごく重要だと思います。では続いて、巨人の岡本選手からあるポイントを習得していると、ここについても見ていきたいと思います。 井上選手はオフに毎年恒例岡本和馬選手と合同実施トレを行っているわけなんですけれども、今年に関しても行うという話ですね。バッテリーに関しての勉強をメインでやっていければ、試合に関しての勉強だったり、頭の勉強をメインで、1打席1打席どう考えているのか、打てた時、打てなかった時、調子がおかしいなと思っている時のことを聞きたいというふうにコメントしています。 確かに井上選手はかなり豪快なスイングで三振も多いですし、バッテリーの配球とかこういったところを研究していけばより打てるようになるんじゃないか、こういったところはファンの方々からも結構声が上がっていました。巨人の4番である岡本選手からこうした内容を聞けるっていうのは飛躍の鍵になる可能性があります。 ただ、井上選手は過去に配球の読みを考えすぎてしまった結果、積極的に打つことができなくなってしまったと。ここが課題だったというふうに北川コーチも語っておりましたので、精度の高い読み、そしてその中でのメンタル面の向上、こういったところを岡本選手から学んでほしいなというふうに思います。では続いて、岡田監督が来シーズン、井上選手の飛躍の鍵というところも語っておりまして、こちらも見ていきます。 岡田監督は、一軍に定着という意味ではな、どうしてもええときと悪いときの差があるもんな、ファームの選手は特にそうやな、いい時期が短いというか、ええときばっかり1軍に上げられへんもんな、誰かが調子が悪いとか、外野手がいないとかいうときに調子がええとか、それはもうタイミングやんかというコメントですね。まあ、つまり井上選手の立場で言うと 誰かが怪我をした時とか調子悪い時に、まあ、いつでもある程度上がってきて一定の結果を残せるような選手であってほしいんだけれども、調子の波が激しすぎてなかなかそういった使い方ができないぞというようなコメントですね。なので一軍定着っていうのは現時点では厳しいんじゃないかというようなコメントですね。井上選手自身も甲府調の波っていう部分をこのオフの大きな課題として口にしていて、このあたりっていうのも岡本選手から学んでいくというような姿勢も見られています。 一軍でも一時的に活躍したあの時のようなバッティングっていうのを維持できれば、一軍定着とかレギュラー獲得っていうところも見えてくると思いますので期待したいと思います。以上です。